デザイン学部、実践的なデザインの専門性を深め、デザイン思考による問題解決力を身につけるデザイン学部は、2020年、視覚デザイン専攻と工業デザイン専攻の2専攻体制に進化します。視覚デザイン専攻では、広告、イラストレーション、映像などの表現を学ぶ視覚伝達デザインコースと、ウェブ、グラフィカルユーザーインターフェイス、3DCG などの情報技術を学ぶ視覚情報デザインコースで、人の感性に届く視覚表現を追求します。工業デザイン専攻では 3D シミュレーション、プロジェクションマッピングなどを取り入れた新しい形を学ぶ空間演出デザインコースと、 IoT など先端技術を活用した新しい工業デザインを学ぶ工業ものづくりデザインコースを設置し、デザイン・プランニング能力を育成していきます。